毎日朝6時に目が覚めて二度寝してしまう藤間です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、IOST、そしてクワンタムのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨市場ですけどもね、今日は調整相場ということになりましたが、まあ昨日までに結構ねリップルとか爆上げしてましたね。ただ一旦ちょっと調整するかなっていうのは思ってまして、まあここ1、2日とかね、それぐらいまで調整すると思いますので、まあ、新しく買いたい人は、まあ今日チャート分析でも言っていくね、おしめで、まあ現物買っていくとかね、ロングしていくっていう感じの目線でいいじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ今日も仮想通貨ニュースを見てからチャート分析いきたいなと思います。今日コインデスクジャパンの記事ですね、新しい暗号資産が、今年の上半期に世界的に爆発的増加しましたということでした。2021年の上半期、データアグリゲーターのコインマーケットキャップはそのデータベースをに、2265の新しい暗号資産を追加し、リスティングされたコインの合計数は1810となりましたということです。比較のために見ていると、ICO ブームが最高潮だった2018年にはコインマーケットキャップのウェブサイトには2000番目のコインがリスティングされたと。まあ、つまりだから前回のバブル崩壊の頃の時だと、まあ、2000ぐらいしかなかったとね、コインマーケットキャップには。でも今1万あるということで、もうこの3年で、まあ、5倍ぐらいになっているということですけども、そのうち、2021年になってから生み出されたコインがなんと 20% ぐらい含めているということで、これはなんでかっていうと、一つはやっぱりミームコインのね、台頭というか流行というかね、柴犬とかね、同時コインとか、ベビー同時とかね、ミームコインがどんどんどん生まれていって、まあ、世界中から申請が来ていると、でそれに対して、まあ、かなりねその、まあ、コインパプリカのボイチェフマチエ・イエフスキー氏が、このコインパプリカのプラットフォームに申請がかなり殺到していて人材が不足しているとかっていう話がありましたということでした。結局でもね、2018年頃にすでに投資してた人は分かったと思うんですけど、あの ICO ブームの時ももう4分の3は詐欺だったわけですよね。で、そのうちその半分はね、資金調達にも失敗したということで、まあ失敗したプロジェクトの方が圧倒的に多いのでね、コインがまあ1万あるけど、実際に投資するべきコインはね、まあせいぜい 1、2割なんじゃないかなと思いますので、まああんまり変なコインをね、買わないっていうのは引き続き、あると思います。まあ、僕もたまにミームコインに乗っかってみたりするんですけど、まあそれはもうよっぽどね、注目されてる場合に限ってね、それ以外は、ペンペングさんも生えないような価格になったりすることが多いので、まあ過去からね、学ぶべきかなと思います。はい、じゃあね、この記事はプラスマイナスで、まあ一応プラス2ぐらいにしたいなと思います。はい。じゃあ、ビットコインからチャート分析聞きましょう。ビットコインは、ちょっと下がりましたね。今、価格がね、$46,000割れぐらい、45,900とか、それぐらい推移しております。じり下げの状態で、だんだん下がってきているということなんですけども、冷やしてみましょうかね。おとといのね、割と大きめな陽線を、まあ、陰線ってことで、下に落ちてきています。で、もうちょっとね、僕は結論言うと、まあ、落ちると思ってましたね。明日ぐらいまで落ちて、まあ、ここの上昇トレンドとかが効いてきて、価格的にはそうね、4万5千ドルとか、それぐらいでサポートされるんじゃないかなと。でもまあ、あと、なんだかんだで1000ドルぐらいしかないので、もうちょっとなんですけど、まあ、4万4800とか、それぐらいかなと思ってます。で、ちょっとお絵描きしすぎてね。ごめんなさい。4万4000じゃない。もうちょっと下。もうちょっと下だ。ちょっと今ね、この上昇トレンドを、平行チャンネルで見て しまえば分かりやすいと思うんですけど、こんな感じね。この間のそこの2万9000から、こういう上昇トレンド、今紫線で引いたところあるんですけど、こんな感じで、上昇トレンドを描くと、もうちょっと下まで落ちそうなんですよね。価格的には、4時間足ぐらいで見てみたら分かりやすいかな。
もうちょっとしてかな、4万4000とかね、それぐらい、これ平行チャンネルなんだけど、ここね、ここのね、まあ上昇トレンドも一応あるんですよね。ここからこうやってきてる。ここも買い間慣れする。もうこのまま横行くしたら、まあこの辺なんですよ。この辺ね。あ、でもそしたら4万5千とかか。やっぱり4万5千、4万4千ぐらいのところで、もう押し目買いするのがいい。ロングする人もここでロングして、もしこの平行チャンネル割ってきたら即損切りすると。いうのがいいかなと思います。で、僕は昨日ちょっとロングしちゃったんですけど、まあ今、ここでロングした玉は含み損になってて、ここでロングした玉は含み益になってて、まあ、含み益の方が多いんだけど、この平行チャンネルを下に、落ちてきた場合は、この辺まで落ちる可能性あるので、ちょっとそれは要注意。平行チャンネル割れたらやっぱ一旦損切りした方がいいかなと思いますね。損切りというか、まあ、利確とか。この辺、3万9000とかまで落ちる可能性もあるので、ちょっと注意した方がいいと思うけど、とりあえずでもまあ、この平行チャンネルを割れそうな感じではないので、この辺4万4000、4万5000ぐらいで押し目買いしていくというのがいいかなと思います。ということで、ビットコインが一旦ちょっとね、この2日間ぐらいは調整モードになると思いますので、まあ、他のアルトコインも、一旦下がると思った方がいいと思います。じゃあ次、イーサリアムですね。イーサリアム3150ドルぐらいを支持してます。35万ぐらいですね。イーサは、こんな感じですね。ここのね、レジスタンスのところに、まあ、割ってきているので、一旦落ちるんじゃないかなと思います。でも落ちてきても、ずっとそこから効いている上昇トレンドラインがあるので、ああ、でももうそこもタッチしそうになってるのますね。ここ割ってきたら、まあ、ここまで落ちるのかなと。日足の、100MA?2600 ぐらい。まだ落ちる可能性あるんで、イーサーを短期でロングしてる人はちょっと要注意かなと思います。で、現物買いたい人も、まあ、今ちょっと少し3100で買う、で、2600で買うみたいな2段階で買っていくと、まあ、いい感じのお墨買いになるかなと。そんな感じで思っております。まあ、ちょっとね、日足のね、移動平均線、50MA の方と距離が空いてしまってるので、まあ、ちょっと埋めに来るんじゃないかなと、この距離をね。うん。そんな感じで思っております。じゃあ次リップル行きましょう。リップル爆上げましたね。一時期150円ぐらいまでタッチしましたけど、今が 1.3 ドルぐらい、143円ぐらいですね。日足で見たらまだね陽線なんですけど、ちょっと上がりすぎたので、RSI がね、85まで来てるんですよね。だから一旦ちょっと調整はあると思います。深い調整が。どこまで落ちてくるかっていうと、まあ、リップル結構調整深いので、まあ、ちょっとね、大胆に、半値戻しぐらいで考えた方がいいと思うんですよね。で、半値戻しすると結構落ちてきますね。0.92 ぐらいまで。100円ぐらいまで落ちる可能性あるんで、ちょっと注意した方がいいと思います。だからリップル買いたい人は、100円ぐらいまで落ちずに待って買うた方がいいかなと思います。で、持ってる人は、まあ、そのままガチホでいいと思いますが、一旦含み益が、まあ、減ってしまう可能性あるんで、まあ、その辺はちょっと覚悟した方がいいかなと思いますね。ちょっと上げすぎなので、これは。はい、そんな感じです。じゃあ次、愛用していきましょう。IOST は 0.32 なので、3.5 円ぐらいですね。今日ちょっと強い陰線出てますね。上髭が長くて、まあ、陰線出てるので、一旦ね、上昇トレンドラインまで落とすんじゃないかなと思います。落としたら、0.29 ドルぐらいなんで、まあ、3.2 円ぐらいまでは一旦落とすと思いますので、買っていきたい人はその辺で買っていけばいいかなと思います。まあ早くても今日の夜とか明日ぐらいになると思いますので、その辺で買っていく。 3.2 円とかね。現物持ってる人はそのまま持ってていいでしょう。このままね、4円ぐらいまでいきそうなので、問題ないと思います。はい、IOST はね、以上です。じゃあ次、クワンタも行きましょう。クワンタも昨日結構爆上げしましたね。14ドルぐらいを推移してます。クワンタムは、僕はあんまトレードしないんですけど、僕の母親が好きで、なんかね、結構買ってるんですよね。
で、クアンタムは今 13.4 か、4ドルで、昨日15ドルまで上げました。で、今調整してるんですけど、多分ね、この辺まで落ちると思うんですよね。このレジスタンスされたところ、レジスタンスラインが効いてるので、11ドルぐらいまでね、一旦落とすんじゃないかなと思いますので、買いたい人は、あそこで買えばいいかなと思います。で、週足で見てみたらね、結構上げそうなね、チャートなんですよね、こいつはね。こんな感じで、もうちょっとこれを下げてあげたら、こんな感じで、まあ、ここ爆上げして最高値が、36ドルぐらいなんですけど、まあ、一旦全戻しました。でもここの上昇もかなり強いですよね、週足も。ここの上昇が、ここの爆上げする前のこの上昇に似てるので、もう一回最高値の36ドルいけるんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、今からね、2、3倍ぐらいはいけるので、まあ、現物買いたい人は、まあ、買っていっていいんじゃないかな。さっき言ったおしめ買いのところね。はい。というわけで、今日はちょっと手短なんだけど、チャート分析してみました。で、今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンク。この2つは日本円の出金用に必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてメインの現物の口座は、海外のバイナンスが一番おすすめです。ただし、バイナンスがね、いろんな国から規制を受け始めていて、日本で使えなくなったら怖いっていう人は、シンガポールの FTX と、ビットゲット。この2つも結構おすすめなんで、登録してみてください。そして、FX 挑戦してみたいという方は、バイビットがおすすめなんで、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と、20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に、FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それが何度ね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば、500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分のUS ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。